はい、こんにちは。箱根屋兄弟のただのりと申します。ではルートレターエンディング巡り最後になりました。ついに、あし、お疲れ様でした。まだだけどね。うん、ではね、もう散々バッドエンドを味わってきたので、最後はもうね、ハッピーエンドでしょう。ハッピーエンドを迎えたい、その気持ちでただただ頑張りましょう。はい、あ、いやもうね、精神が疲弊してもうこうなってますよ、俺の心はね。じゃあ、スキップできねえんだった、そうだったわ。ということで最後だ。あ、めちゃめちゃカラフル、青空の便箋、なんか希望がありそうな感じ。なんで神有庵なんだ背景が。松江を訪れて9日目になるな。夕方、文通相手の7人のクラスメイトに会う。これで全ての謎が解けるはずだ。まだ読み返していない手紙があったな。バッグから手紙を出す。青空の便箋の手紙だ。彼女から送られた9通目の手紙だ。11月11日。これはもうずっと一緒だね。ん、曲がおかしいよ。年が明けましたね。そうですね。マックス君は元気にしていますか？めちゃめちゃ元気ですよ。私はあれ、何もかも忘れたい。どうしたの？消えてしまいたい。ん、あれ、高校生活は楽しかったけど、ね、うん、こんなことがあるなんて。どんなことがあったの？時間を戻せるなら1年前に戻りたい。え、相談乗るよ、大丈夫？そんなことはできない。これ15年前の手紙だけど。みんな自分のことで精一杯。うん、私は寂しいけど。孤独だったのか。もっと寂しい人がいる。その人のために頑張ろうと思う。いや、偉すぎるでしょ。過去には戻れないから、うん、未来に向かって歩きます。どうしたの？え、どんなに辛くても、どんなに傷ついても。おかしな手紙でごめんなさい。運命が導いてくれたらマックス君に会えるかもしれませんね。もうこれ会いに行こうよ、この時に。15年前に会いに行こうよ。これハッピーエンドになるよね。大丈夫？これハッピーエンド向かってる？随分と落ち込んだ手紙だったんだな。俺は受験勉強の真っ最中だったから、それほど気にと…おい、ひどすぎないか、それは。こんなに疲弊した文章なのに、俺はどういう返事を書いたんだったかな。鈍感がすぎるよ。手紙ありがとう。今回はシリアスだね。それで済ます。なんかあったのかな。卒業が近づいてブルーになってるだけならいいけど、しっかりするよ。落ち込んだ時は何も考えずにぐっすり眠るんだ。そうすれば不思議と朝には元気になる。考えすぎるのは良くないぞ。新年になったんだから前向きに行こう。運命の導きはきっとあるよ。俺は信じている。マックス。能天気がすぎるって。だから前回のルートの時もそうだったけどさ。嘘だろ。単純すぎるんだよこいつは。こいつの頭の中は同じ意見でした。能天気な返事を出したのかな。お客さん、起きちょられますか。あ、はるかさん、もうはるかさんに会うのも最後ですね。はい、荷物が届きましたよ。顔塗りつぶされてないよね、これ。ティーンズクイーンの雑誌。では布団を片付けさせてもらいます。あ、今日はともこちゃんじゃないの、ね、彼女はお休みなんです。あ、はるかさんが布団を片付ける。荷物を開ける。15年前の雑誌ティーンズクイーンが入っている。注文した15年前のティーンズクイーンが届いた。これに俺の文通相手が載っているはずだ。15年前のティーンズクイーン入手しました。10月号。あ、これ抜けてるパターンだろ。あ、街で見かけた可愛い子のコーナーだったな。彼女は載ってない。これには載ってないな。で12月号。11月号、やっぱりない。これにもないぞ。あれ、3冊注文したのに2冊しかないぞ。本の他に手紙も入っている。この年の11月号は在庫がありませんでした。これ、確定する前に教えてほしいよね、注文が。11月号は在庫がなかったと書いてあるな。参院の美少女特集だったのか。彼女はこの号に載っていたに違いない。何が届いたんですか。女子高生が載ってる雑誌です。古い雑誌なんだけど、探していた本は在庫切れてなかった。なんていう本ですかね。ティーンズクイーンで、参院の美少女特集。松江の可愛い子が乗っとるって話題になった雑誌ね。やっぱ出ると地元は言う、なんかね、話題になるんだね。もしかして11月を持ってるんですか。私はもうちょらんけど、近所の古本屋にあるかもしれないわね。もう古本屋のね、
小雲堂に行くのも最後ですよ。古本屋か松江駅前にあった気がするな。それではお気をつけて。はいよ。遥さんが出ていく。じゃあ行くとしよう。古本屋に来た。並べられた本には埃がかぶっている。俺は雑誌を探す。探す？ここ。この辺り小説しかない。ここは幻想小説。この辺り雑誌にはなさそうだ。あれないのかい。本を見ていると店内からロボが出てきた。またいいねとか言うんじゃねえぞ。古い雑誌を探してるんですけど、ここには置いてないですか？はいはい、今日は晴れみたいですよ。なんかこのパターン前もあった気がするな。店の前離れる。離れました。さてどこかに古本屋はないかな。古本屋ここで探すの。え、でもここにはないでしょ。あ、というかそうだよ、ここで、ここ小雲堂。どうやらカフェのようだ。店頭にはいろいろ近隣の張り紙がない。小雲堂はここでしょ。え、この互いなんかちょっとした差があるの。ここに書いてんじゃん。ちょっと薄く見えてる小雲堂って。そうだ、イベントの知らせ書いてるんじゃん。これ小雲堂でしょ。これこの字はなんかちっちゃいけど、これ小雲堂って書いてない。これじゃないの。またいろんなところを回ったけど古本屋はあそこ以外なかったな。ひとまず腹ごしらえしよう。うん、ないよ。ちょっと元吉さん聞いてくださいよ。何もないんです何もないんですは失礼か。厨房から元吉さんが現れる。ごちそうさま。新宿七鎮だっけな、七鎮。お制覇しました。どれも美味しかったです。そうはよかった。スタンプラリーの台紙は七鎮だっけ、忘れちゃった。スタンプラリーの台紙を出す。元吉さんはスタンプラリーの台紙のあにスタンプを。スタンプラリーが完成したな。90万円のバッジ待ってますよ。え、なんかないの景品。スタンプ、島根っこのスタンプなんてあるんですね。特徴品だで。あ、そうなんだ。スタンプが全部集まるとどうなるんですか。いつもは景品を渡すんだけど。渡してくれよ。あんたにだけはとっておきの話を聞かせちゃうわ。んだよ、話して。15年ほど前の話だ。15年前。不思議な客が食う屋になったんだ。お、不思議といっても幽霊や宇宙人やないで。あ、もう、うん、その手の話はもうお腹いっぱいなんで大丈夫です。その客は可愛い女子高生だ。女子高生。この店のそばが気に入ったと言っちゃった。え、しおりさんかな。その娘、あんたの座っちょ席で楽しそうに手紙を読んどった。しおりさんだ。手紙を読んでいただって。もう年が明けるとここに来る回数が減り、悲しい顔をするようになった。文通相手が鈍感すぎるのがいけない。高校卒業が近づいて寂しかったのかと思ったが、そうではなかったのかもしれんな。あれ、人間関係もちょっと良くなかったっけ。悪くなってたよね。あれ、どうなんだ。ギクシャクしてたりとかしてたもんね。ちょっと聞いてみよう。女子高生、景品なんてもうどうでもいいわ。その子はどうなりました。京都の大学に合格して松江を出て行ったよ。ああ、え、じゃあもういないの。最後に店に来た時。おう、覚えてるんだ。あやさんが元吉さんに話をしている。私を探しに東京から男の人が訪ねてくるかもしれません。その時はその人に優しくしてください。あ、このルートだからあれか、あの半額なのか、このルートは。すれ違いの時はあのお告げとか意味わかんなかったけど、そうか、あやさんが言ってくれたか。彼女だ。まさか15年も経ってから食うとはの。15年前の口約束をよく覚えてたな。彼女はどこにいるんですか。そう知っちゃったらとっくに教えちょうわや。ですよね、はい。そうか、この親父が優しくしてやれるとしたら松江の名物を安く提供してやるくらいだ。ああ。ねえ、今までの半額は
元吉さんの優しさでありね、しおりさんの優しさだったんだな。それでいつでも、あ、いつも半額にしてくれたんだね。元気に市長といいがの。よかったよ、元吉さんがいい人で政府の人間とかじゃなくてよかったよ。まさか神アリアンの上演だったとはな。店主さんのためにも彼女の居場所を突き止めたい。もう古本屋はないのかな。周りを見ます。小さな古本屋、小雲堂がある。あんなところに小さくて古くて小さな古本屋がある。小雲堂に来た。おっす、どうも。これで最後になっちゃうよ、小雲神さん。ジジイ、どうしてこんなとこいるの。ここはわしの店じゃ。知ってます。なんで冷やす書いてんだよ。観光客じゃなかったのか。それじゃあ店内見せてもらおうかな。ダメじゃ。出たよ。どうして。今日わしはご機嫌斜めなんじゃ。店内を見たかったらわしの機嫌を取ってごせ。今時の社会は自分で自分の機嫌を取るのが普通なんだぞ。機嫌を取れって言われてもねえ。いやもう思いつくのはもうこれしかないですよ。これあげるでごせ。ジジイにプレゼントするよ。ずっと欲しかったレコードじゃよ。懐かしの大林朝日、感謝感激、雨あられじゃ。よかったな。兄ちゃんなかなか優しいな。好きなだけ店の中を見なさい。あ、ありがとう。古本屋にしてはちょっと値段ぼったくってない。これ大丈夫。それなら見せてもらうぞ。単価は高そうだね。そんなに客来なかったとしても。15年前のティーンズクイーン11月号ミッケあったぞ。1000万、変わらず1000万。ちょっと勘弁してよ。ここはわしの宝物じゃ。簡単には売れないんじゃ。あれ、宝物なんて言ってたっけ今まで。なんとかしてくれよ。しょうがないの。お前さんは優しそうなけ、譲ってやろう。え、譲ってくれんの。無条件。初で、今回初だよ。ただし条件がある。黄色い猫をわしにくれ。黄色い猫、金色の猫じゃなくて、どういう意味だろう。どういう意味だ。あ、わかった。シマネコだろ、これだ。ね、あのツイート使わなかったやつ、どこでもらったのかそれ忘れたぞ。シマネコタオルを差し出す。こうじゃ、こうじゃ。俺、持ってけ。あ、思い出した。あの、あれだ、デブを拷問した時に使ったベリーと一緒に買ったんだ。やった。ちょろい。どうしてこの本がジジイの宝物なんだ。孫の写真が載っちょるんじゃよ。嘘だろ、嘘だろ、嘘だろ。このルートだとこの人おじいさんなの。話はそこまでじゃ。ああ、くたびえた。ここに来て何つつながり見せてきやがったよ、このジジイ。びっくりした。え、じゃあもしかしたら丸越のおばさんのお父さんのこの人。なんか血のつながり方がちょっと途中でなんかあれじゃない、突然変異でも起こしたんじゃないの。まあいいや、じゃあ行こう。あ、また映像だね。マジかよ、この人じいちゃんかよ。嘘だろ、マジか、びっくり。いや、一番心が温まるエンドになるといいな。なるといいな。この本に彼女が載ってるのかな。うん、吉岡しおりさんね。街で見かけた可愛い子に送られてきた写真の少女が載っている。ついに見つけたぞ。俺の文通相手はこの彼女だ。じっと彼女の写真を見る。あとはクラスメイトたちから話を聞けば15年前に何が起きたのか明らかになる。もう知ってるけど。夕日に染まった新宿は幻想的で美しい。彼女のクラスメイトが湖畔で待っている。うん、クラスメイトの7人が集まっていた。みんな集まってるな。俺はもう話すことはないぞ。いや、もう大丈夫。まあ、あの、十分、あの、カラスに眉間刺されたりとか、十分、あの、君は活躍してくれた。もう大丈夫。俺と文通していた人物が誰か分かったんだ。え、水球、え、マジで、え、ここから、ここだよ、マジで。ロッパーモード入んの、マジで。いいよ、一旦セーブしよう。腐った世の中に翼をなくした俺は光を求めてさまよう打天使。
シャイな君の横顔よ、いつでも僕の俺の味方だ。みんなが俺を無視しても君だけは微笑んでいた。微笑み返し夏祭りは一瞬の